長尾影長は、室町時代後期から、戦国時代にかけての武将。三内上杉家の家災。下屋国足利将官のお城主。画家としても知られている。文明元年、長尾慶人の次男として誕生。幼くして、父を亡くし、兄、定兄も病死したため、七歳で、叔父、長尾ふさきの貢献を受けながら、足利長尾氏の家徳を継いだ。長京元年、 長尾ふさきよが、大木谷上杉家の上杉貞政と通じたために、三内上杉家の当主である、関東官領上杉秋貞に、関能城を攻撃される。これが、上杉氏の内紛である長教の乱の開始となった。明王四年、岩松直順が、横瀬成重に攻撃されるとこれを救う。同年、足利高本の元服の儀に、火災、長尾明貞に代わって参列し、 これによって、田島守を受領した。本来、火災が参加する古学防火の原服に、影長が参加した事実は、当時の影長の影響力の大きさを示していた。そして、この頃から党首としての活動が本格化する。栄正元年の立川原の戦いで、某清志が戦死すると、ようやく党首として自立することができた。栄昇七年の上杉秋貞の没後、関東関令と、 三内上杉家当主の座をめぐって、上杉のりと上杉剣実が争った際、横瀬影重と共に、剣棒を擁立して、剣術側の成田県対長尾明方と戦い、剣術の巨城八方城を攻め落とした。乗りの勝利後、影長は、剣術側の長尾明方に代わって、三内上杉家の火災に任じられた。影長は、 画家としても優れており、彼が混流した長派や指示には、彼の自画像や、関東の代表的な水墨画家小形に習った、山水図が残されている。また、かのま信とも信仰があったとも言われている。現在の栃木県足利市。近年、落合厚子や黒田元木は、某清の受領名が、足利長押し当主が代々受けた、田島守であったことを理由に、 影長が田島守を受ける命王4年以前は、某清が足利長押投手であったとする説を唱えている。ただし、その前後を通じて同志に家督をめぐる内紛があった、事実は確認できず、某清が投手であったとしても、将来的には影長にその地位を譲ることを前提としたものであったと見られている ISBN978 から4から872945614。 某清は、すでに没死してそのことも、栃木県足利市、ありがとうございます。